今日も前回から引き続き、ヨーロッパの城が実は工場そのものだったという考察動画の翻訳をお伝えします。前回動画の閲覧がまだの方は、ぜひ前半もご覧ください。インターネット上のオークションで公開されていた版画を発見しました。ヤナ・バンステニ・マリナです。ナポリのパノラマ、1578年。ここではナポリの城壁がよく描かれています。そして右側にはサンテルモ城です。もちろん、この絵を描いた画家は廃墟派で有名なピラネーゼではありませんので、異常な正確性というわけではありません。そしてこの版画の解像度はそれほど高画質でもありません。それでもいくつかの深い意味合いの詳細な描写を見つけることができます。なんといってもこのパノラマには要塞の大きな描写が含まれています。この版画はこの要塞の情報掲示板に掲載されているものです。画家はこの要塞を完全に正確に描いたわけではありませんでした。しかしこれらの大きなアーチ状の開口部分のすべてに私が前回動画で語ったものが描かれているのです。アーチ状の開口部分にはテント生地のような丈夫な布でできたチューブが固定されていると私は考えています。このチューブから出来上がった品物、セメントが放出されていたのでしょう。また、アーチから写した写真で内部に奇妙な下口部と穴があるものもあります。これはまるで炉の内部の壁であるかのような印象を受けます。そして全ての穴は格子で塞がれています。もしも視聴者の方でナポリにいる方は、この要塞を新しい角度から調べてみてください。この格子の向こう側に何があるのか確認してみてください。この様子はロシアのルスケアラにある焼却炉の写真と比較できます。ナポリの方の写真では、ロシアのものとは違ってガスの排気のためのパイプは見られません。これは察するに撤去されたのでしょう。もっと古い版画では、チューブを想起させる構造物も描かれています。現代に残されているのは、屋上にある地下への換気口だけです。主要なツアーはここで行われています。人々がここに登ってくるのは、ナポリの風光明媚な景観のためです。この街のパノラマで中心的な場所の一つに、もう一つの城塞があります。新しい城、ノーボキャッスルと呼ばれている場所です。しかし、この新しい要塞は、新しいと言っても、ナポリと同様に、新しいという意味合いで、何も新しいものはないとも言えます。イタリア語でナポリという言葉の意味は、新しい街となります。ロシア語のノブゴーロドと同じです。ノブゴーロドの方は、ロシアの街の中でも最も古い歴史を持った街です。またこの要塞は他にもアンジュイナの仮面とも呼ばれています。このノーボキャッスルはナポリの中心にあります。サン・ジャコマ広場の目の前です。初めてこの城塞が築かれたのは1279年のことだと言われています。この建物はナポリの建造物の中でも最も価値のある名所の一つとされています。1815年まではナポリの王アラゴンのための主要な住居でした。まさかこの王の居住場所までもが工場などということがあり得るのでしょうか。この要塞は他の多くの中世の城と同じような姿をしています。しかしながらこの城には何かおかしなものがやはり散見されます。
それが一体何なのかを理解するためにその周囲を散策してみましょう。この城がサンテルモ城と同様に工場であると自信を持って言えるかと言われれば、私は断言することができません。しかし工場であるように見える間接的な見た目の類似性がそこにはあります。再度海から見たナポリのパノラマの画像を見てみましょう。これは15世紀の末と言われています。すべての年代は公式の歴史の説をそのまま採用してお伝えしています。私はこの絵に描かれている街の様子から、海の水位が現代のそれよりもはるかに高い位置にあるという印象を受けます。事実上、海の水を街の城壁が遮っているという状態です。また、タワーの周囲の壁はなんとか水の上に突き出しているという状況です。同様の見た目のもう一つの絵画です。ここにもノーボキャッスルが描かれていて、その上にサンテルモ城もあります。この新しいノーボキャッスルの前には水没しかかっているタワーの土地が描かれています。さらに別の城もあります。これはあるいはただの偶然の一致かもしれません。しかし以前に作った動画では地中海の海底に何が沈んでいるのかを調査してあります。その動画でダペラカのハンガーを紹介しました。それはナポリ海峡の岸の礁村が水没している様子でした。このことからわかるのは、後期の中世時代の海抜は現代の水位よりも4メートルも高いということです。それよりも昔の時代であればさらに遥かに高い水位だったのです。この事実については、多くのオルタナティブ歴史研究家たちが自分たちの動画の中で述べています。ですから、ナポリというのは実際に新しい町だったのです。そして古い町は、ナポリ海峡の海の底に沈んでいるのです。しかしながらこれは他の多くのアンティークの世界の港町が同様の状態です。ノーボキャッスルが建設されたのはそもそもは海と接する岸だったわけではありません。もっと遥かに岸から離れた場所だったのです。単にその当時の海の水位がそのような状態だったのです。では工場はどうだったのでしょうか。私の家は私の城ですという表現は間違いで、私の工場は私の城が正しいのではないでしょうか。このような建築物を建設するためには大量の建設資材が必要となります。ブロック、石膏、足場資材。これらをどこからか運び込む必要があります。ソビエトの映画でソビエト全体の工業化を描くという映画がありました。工場の建物を何もない平原に建設するためには、はじめ建設用のコンビナートを建設する必要があります。そこで建設資材を現地の材料から製造します。さらに石灰窯やメルゲル窯もセメントを作るために必要になります。さらにはレンガ工場もその近くに建設したのかもしれません。私が言いたいことは皆さんにも伝わっているかと思います。ノーボキャッスルでは初めタワーが建設されました。これは高熱の窯でした。彼らが城壁を建てた時、その城壁はタワーを保護するためでした。5つあるタワーのうち4つまでに燻蒸されたような黒い焦げ跡があります。歴史家たちはこれが特別な凝灰岩の灰でできていて、最後の5つ目のタワーはありきたりな火山凝灰岩でできていると言います。なのでこの城壁は奇妙に見えるのだと言います。中央の入り口を見てみましょう。
これがその中央入り口ですが、この大理石でできたアーチは周囲の建造物と比べて別物に見えないでしょうか。黒に囲まれて真っ白です。ちなみに向かって左側のタワーは崩壊した後に再建築されています。これを裏付ける写真はたくさん存在しています。左側のタワーはもともとは破壊されていて、もともとそこは空洞でした。そしてそれ以外のすべてのタワーも内部は空洞なのです。もちろんこの破壊されたタワーもそれ以外の完全なタワーと同様にもともとは壁がありました。古い写真にはさらなる詳細を確認することができます。タワーの基礎部分にアーチ状の開口部分が見て取れます。この場所には過去の情報を考慮すると海水に満たされていたはずです。そしてここに開かれている入り口部分は水没していたはずなのです。しかしこの写真からは19世紀末にはタワーの基礎部分に土を持っていたことがわかります。タワーの基礎はまるで熱で焦げついたかのように見えます。もちろんこのような焦げ跡は何らかの戦闘行為の結果についたものであるかもしれません。またあるいは工業的な機械の作動のためかもしれません。19世紀末から20世紀初めまでの写真には、この城の周囲にたくさんの工場が機械と共に配置されている様子が映されています。そしてこれらの工場の設備のバックに見える城の様子は、大変それにふさわしく見えるものです。周囲にはパイプが至るところにありますし、城そのものにもつながっているものがあります。当時この場所には工場の作業場がありました。1920年から1930年にかけて、これらの工場施設はすべて撤去されました。そしてこの敷地内は整備されていきました。数年にわたる研究の結果、私にはこれと同様の城の写真が多数集められました。これらの城は現代のセメント工場などによく似ています。それではこれらの写真がどう感じるか確認していきましょう。イギリスのバンベックシュア城です。こちらは現代のセメント溶液用のタンクです。フランスのゴアルドン城の遺跡です。現代のセメント製造工場です。フランスのアミエン城の遺跡です。こちらは現代の炭酸塩素材の工場です。フランスのサリドルズ城。石灰。生産工場です。イタリア・ミラノのスフォルツァ城、フィラレタの焦げたタワーです。この内部に一体何があるのでしょうか。リモンテリ城の版画です。現代の石灰溶鉱炉です。1610年、セメントの貯蔵タンクです。フランスの飛び市場です。それぞれの城には、何らかのパイプラインの接続面が映っています。そしてそれらは、何らかの不活性物質を移動させるためのパイプラインの一部のように見えます。すべての城、要塞は、ひどく土に埋もれていて破壊されて
います。これは現代の貯蔵タンクですが、比較してみてください。すべてのヨーロッパの国々で同様の城が残されているところでは、石灰岩を採石可能な地層に恵まれています。ですから、これらの城というのは各地の原材料のある場所に建設されたと言えます。その場所で原材料を採掘し加工して城を建設したのです。以前の動画でジョン・コナーと代表者が取り上げたドイツのゲイデルベルグ城の映像からはタワーが見えて、そのタワーは石灰を焼くのに適している作りになっています。そのタワーは現在では半壊しています。これは中世の生産工場の残骸です。これと同様の19世紀に建設されたとされている赤レンガでできた古城は現代の私たちを驚かさせます。これらの赤レンガの古城はおとぎ話のような城とよく似た形です。多くのこれらの古い建造物は手つかずで荒れ放題、破損した状態で放置されています。私たちができるのは現代にまで残されているこれら過去の建造物を注意深く調査することです。そしてそれらからごく最近の過去のパズルを当てはめていくことです。これで今日の翻訳動画はおしまいです。今回の城は工場だったというある種衝撃の内容の動画、皆さんはどのように感じられたでしょうか。私は実際にこのようなヨーロッパの城には足を運んだことがありますし、確かに居住場所や役所とは思えない作りの建設物だと感じていました。しかし実際にこれらの城がどのような用途の建物だったのかということについては、はっきりとした仮説を持つことはできていませんでした。今回の動画を通じて私はこの仮説が非常に本質的であるという印象を受けています。おそらくは日本の全文明の遺跡にも同様の種類のものがあるはずで、おそらくは古墳などの本当の用途にも通ずるものではないかと思います。きっと皆さんの周囲にある古くからあるインフラや遺跡にも私たちには隠されている本当の用途があったのだと思えます。皆さん自身、城、石垣、古墳、水路などといった全文明の時代から残されていると思われる遺跡について本当の用途が何だったのか考察をし、 SNS などで発表されるのはいかがでしょうか。私たちの周囲にはあまりにも重層的に歴史が捏造で隠蔽されています。その深い洗脳の輪を解くことができるのは皆さん一人一人の研究や考察しかないと言えます。今日はまたニコニコチャンネルでライブを行いますので、ぜひこちらへも来てみてください。未来へと紡いでく人をより集めて戻し、引き裂いた嘘だらけの地平線よ、愛せ許すな今を生きてる。美しい月の音、波の輝きさえ、窓わしの世界の飾りでしかないと、真実を求めてさまよい歩く道、見知らぬ誰かたちが笑いかけて消える、どこまで行
けばたどり着けるの、あがき苦しみ抜いて、自分を壊せ、すべて疑えと、光はささやくけど、足の指に食い込む砂を取り払って歩く新世界、本物を見抜いてみせる、ダラルダラル我を導く。伏せられた歴史と見えぬ未来、本物を見抜いてみせる、ララルララル我を導け、この山の向こう